やはり神道でですね、神は人なりというね、新井白石が、まあ、つまり日本にはね、歴史には神がいないんですよ。神はいなくて人がいた、常に人がいると。で、人っていうとね、もうみんな軽蔑するようになっちゃったんです、戦後はね。それはもう西洋の考え方がそれだからなんですね。人っていうのは神に比べれば全く不完全なね、こう非常に罪人であるというふうに考えが皆さんに入ったためにね、だから神は人なりということだけしかないのにもかかわらず、神がですね、その結局はまあ神だというふうに、で今私はこれからやるのはですね、そういう連中が日本にやってきたと。で、それがヘブライ語を持ってきた時に、そのヘブライ語をどういうふうに使おうとしたのか、日本人がそれをどうやって受け入れたかっていう問題をやりますから、ちょっとまあ、その問題と非常に関わってるわけで、この「日本書紀」と「日本語のユダヤ起源」って、これまあずっと前からね保持してるわけですけども、まあある意味ではこの本だけがね、その日本とユダヤの関係を論じていた。私がまあああいう埴輪とかね、それから畑氏研究、あるいはまあユダヤ研究で展開した論とに対して、これだけがですね、日ユ同祖論者によって書かれた本なんですね。でこれがその日ユ同祖論者にとってはこれがまあバイブルであるわけです。ですから、で私は何度言っているわけですけれども、日本のこういわゆる日本人がですね、彼らを同化しちゃったと。で実際そうでしょう。今誰もいないんですから、畑氏なんていう顔で、なんか特殊な顔でしている人はいなくなった。全部10世紀頃までですね、おそらくそういう人がいたと思う。それから、水らをつけたね、貴族がいたっていうのを、まあ後で言いますけど、研究左翼の研究者がやってたんですね。ちょっとその名前忘れてしまったんですけれども、その人がね、貴族の中に水をつけた人がいっぱいいたんだということでの研究をして、まあ本を出してたんね。でそういうことがね、ずっとあったわけですけれども、で菅原道真っていうのもまさにね、そういうタイプの人だったと言われてるわけですよ。でその人が天神様になって、皆さんのね周りにたくさんの神社があるわけだよね。つまり全て人が神になるんだと。で そういうぐらいのやはり優れた人たちがいるんだと。まあ場合怨霊が強くてね、それを治めるためにということで作られた面が強いんでしょうけれども、やはりね、あの頃の人はやはりそういう学問を治めた人を非常にこうまあ尊敬したということの表れでもあるわけですね。それからやはり何といってもですね、天皇陵というのはね、天皇が人間ですよ。人間だけども神であるということの、まあ一つのその自然っていうものに対するすごい尊敬があれば、人間に対する尊敬もあるんですよ。だから人間っていうのも同じようにこうやって肉体を持ちね、動物と同じようにこういう体を持って、で生きている限りは自然が神であるというね、アマテラスが神であり、その
まあ、スサノオまで神であるとね。だからそういうこう高間原にいる神々はすべて神別であるということをね、ちゃんと彼らは認識してたわけ。ですから関東東北に住んでいた人たちは全部神だったということになるわけでね。でそれが高間原イコール日高神国だった。ですから日本だけは人間しかいないじゃないかと、精神を持っているのは人間以外ないんじゃないかと。ところがこのヘブライ人たちはユダヤ人たちは神を持ってきたわけでね。でこれが面白いんですよ。神とのどうやって日本人は格闘したのか、そういう観念を与えられたにもかかわらず、それも世界の最も優れた宗教と称するキリスト教も、まあイスラム教もですね、ユダヤ教も全て作ったユダヤ人が日本にやってきたと。で日本に作った宗教がじゃあ一神教だったかっていう問題ね、そうじゃないんですよね。神道、つまりそれまで持っていた日本人の自然道というか縄文土器やね、土偶に表される宗教に彼らは同化していくっていう過程を取ったわけで、でそこにすごいストラグルがあった。これがね、崇神天皇からやはりまさにですね、聖徳太子までの日本における精神的ストラグルですよね。でここで日本人が勝ったんだ。それが、まあ、つまり大観の改新でもって蘇我氏をね、我よみがえり馬宿の王子という、そのキリスト教を、隠れキリスト教を打ったというね。でもうそれで果たしという存在がそれを全部捨てたという格好になるわけね。この過程っていうのがやはり神は人であるという新井白石が言う考え方、そして今でもそれがね働いて、乃木神社があるし、おそらくその安倍神社もできるでしょう。つまり神じゃないんですから、神なんていないんだという、そのすごい確信を持ってるわけで我々は。だからキリスト教徒が 1% もいないんですよ。それだけ西洋に影響を与えられたと思われる明治以降の日本人にね、そういう状態だっていうことを、それこそがね本当の日本人なんですね。なぜ惹かれないのかという問題なんです。でこの前9月2日もね、その問題が出た。フランスのね、まさにフランスの保守、フランスの王党派の人がね、今国学院に来てるんです。それでそれと一緒に議論をしたんですね。で彼はもうキリスト教がないと西洋は持たないと。でですから西洋の保守は全部キリスト教に帰らなくちゃいけないと。つまりマルクス主義はキリスト教を批判しね、近代というものは全て宗教をね、来してって言って、来してって言ってですね、世俗のもの、世俗の考え方に基づくのが近代だとやったわけでね。でキリスト教を、まあ、否定している してマルクスと同じ形になったわけで。ですから西洋の近代っていうのは神がない、まあ、ニーチェがね、神は死んだと言った時に、まあ、それが近代なわけですけど、それを全部じゃあ今無神論者しかいないわけですよ、西洋の。特に社会主義者はね、全部だからもうモラルが大敗してですね、そしてもう今本当に人を平気で殺すような状況がアメリカも中国も来てるわけでね。でこれが両方とも左翼が支配するようになってしまったわけです。この惨めさっ
ていう、そしてフィラデルフィアなんていうのはもうまさにまあ幽霊の町になっちゃったんで、もう全部ヘロヘロとした人たちしかいない、結局役で人間が荒廃しちゃったわけでね。そういうことに対して日本人だけは神は人は神でなるというね、そういう人間に対するあの信頼と、そういう人であっても立派だったっていうね、そういうこう気概っていうかね、それこそが日本人の魂ですよね。つまり結局今皆さんに人間なんてみんなくだらないというふうに思わせられてきたわけです。しかしそうじゃない人もいるんだというね、そういうことがやはりあの日本人の伝統的な考え方だろうと思う。で、皆さんにお配りしたあのあれはですね、ヘブライ語が日本語の起源になりうるかという問題で、まあ、結論は分かってる、お分かりだと思うんですけど、ならないんですよね。ただ一応それはね、でもこの書いた人がいますからね、彼は日本の神道だってヘブライから来たみたいなことを言うわけです。でちょっとその辺をね、あのまあ、簡単にダメだというよりも前にちゃんと検討していきたいと思うんですね。検討するって方はとても面白いんですよ。つまりいろんな理由をつけては、日本はユダヤ教から出てきたんだなということを言う、そのレトリックがどんなものかっていうのをね、こっちの考え方がしっかりしてればね、面白いと思うんですよ。どういうレトリックを使ってくるのかと。今だから 1% もいない日本人がどうなったかと、このもしね、こういうふうに神教だと言い募る場合はですね、じゃあちょっと読んでいきましょう。その最初ですね、歴史的、これはあのアイデルバーグさんの言葉ですけど、歴史的出来事の重要性や関連を調べるために言葉を調べるというのに別な新しいことではないと。例えば古代ユダヤの学者は、言語は人類に対する神の賜物であると信じていたから。古代ユダヤの学者はですね、言語は人類に対する神の賜物であると。これは言うとね、日本には文字がないということは神が全然日本におられなかったっていう、まあ一つのね、こう象徴的なことでもあるわけ。つまり日本には言葉はもちろんあるんですよ。それは交渉言語であったっていうね。だからまあ皆さん、だから日本はね、その言葉がない、やっと6世紀7世紀にあって中国から学んでできたけど、なぜ6世紀7世紀に初めて漢字が使われたか。それは結局それ以前だって中国人は来てたわけですよね。孔子だって日本に行きたい、日本は素晴らしい国だって言ってたわけです。だから来てないはずはないわけですよね。で、大体今までの歴史は全部中国から日本に来たみたいなことをね、言うわけですから。ところが中国語を使わないんですよ。なぜ使わないのかと。で、文字さえも6世紀まで使わなかった。日本語でずっと続いてるんですよ、縄文弥生の時代が。だから中国語は使ってない。なぜ使ってないかっていうと、彼らは日本にやってくると中国を捨てたっていうことですね。中国的な生き方を捨てたっていう人が日本に来てるってこと。それから文字を最後に持ってきたのが、まあ一応百済からね、あのまあと言われてはいますけれども、それが一体何人なのかよくわからない。まあこれも後で、あのもちろん、まあ漢字とユダヤ、つまりヘブライ語がどういうふうにですね、
重なってるかっていうのを、まあ後でやりますけれども、でまあ一応ですね、そういうふうにこの言葉っていうのは神が与えたこの神的な暗示であると、それでしばしば言語を天地創造や歴史上の出来事を説明するための手段としてあった扱ったと。彼らの信条によれば、最初の人はアダムはすでに言葉を発することができた。で、野のあらゆる獣に名前をつけた。これをつけたのがアダムだった。で、しかしこのアダムが話した言葉、アダム語、まあ、あるいは、まあ、エデン語と言われるんですけど、言ってもいい、良いが、それをなぜその後の人類はずっと続けなかったのかと。で、ユダヤの学者は次のように考えると、いわゆるバベルの塔までは人類はエデン語を話していたと。で、一つの言語しかなかった。このバベル、これはバビロンというね、バビロンは混乱をするという意味から来ていると。その地で人類最初の言語は混乱してしまったと。聖書の創世記によれば、バベルの塔以前に世界中は同じ言葉に使って同じように話していたと。一章一節が、バベルで言葉に混乱が生じ、まあ人類は民族ごとに分かれて地の表に離散しって言ったのであると。同じ民族は同じ言語を話し、自分たちの住むべき道に向かっていったと。今日世界には3000以上の言葉があるとされて、でここがまあ全くレトリックですよね。結局最初はアダムとエバがいたと。これアダムがいたって言ったって、我々にとってはアダムとエバ関係ないですからね。だなぜかというと、エバは肋骨から出てるわけですから不自然なんですよね。自然、自分の生殖から出てるんじゃないんですよ。だからこれはもう自然じゃなくて、肋骨から生まれたっていうことはもう自然はありえないこと、自然界ではありえないことですからね。だから女性はありえない家庭で生まれてるっていうことですからね。でこれを平気でその飛ばしては言ってますけど、アダム語だ。で、ですからこれは神だからっていうことですが、アダムは楽園追放されますから神であるはずないんですよね。だからこの辺でもう全く矛盾しているんだけれども、これで言い込めようとする、それがね、やっぱり聖書なわけでね。まあこんなこと言うとまたバンされるかもしれませんけど、そういうことはもう全く日本人では絶対言わなくちゃいけないことなんです。ですから日本人というのはですね、こういうことがですね、この自然というもの以上のものはないんだという認識があるわけで、そこに彼らが神がいますよって言って来るわけです。で、この日本の場合はですね、言葉っていうのは生活上の支持言語が多く、観念上の言語が少ないことになるだろうと。非太陽というのが最も崇高な言葉であり、それ以上の神を思い浮かべることはない。全く正反対の一つの民族が日本の列島に出会ったということになると。全く正反対の二つの民族が、このことが近くの中国大陸、朝鮮半島の人々の出会いとも異なるもので、重要なことなんだろうと。なぜ日本に中国語が、あるいは近いからね、朝鮮語が、まあ、朝鮮語なかったかっていうと、日本の方がはるかに古い国だからね。中国よりも古い国なんです、日本はね。1万6500年のスパンで
縄文時代が始まってますからね。でそこに作られたもう言葉があったはずなんです。それはもちろん限られた言葉ですけどね。しかしそれで人々は縄文土器を作っていた。そして同時に部落あるいは縄文式のですね、まあ、住居を作っていたと。でそこに家族がいる限りは会話があるはずなんだ。でその時の会話っていうのはどんなんだったんだろうなというのがねちょっと面白いんですよ。これがユダヤこれからたくさんのね言葉をユダヤ語と日本このアイデルバルさんが言うヘブライ語をまず出してこれとそっくりな言葉がつまり日本語がそっから出ましたよっていう例をね500出したんです。でそれ全部私は検討したんですよ。だからこの頃ずっとそういうことやったもんだからまあもういつもと変わらずやってきましたけどいろんなことはやはりねもう少しで終わるんですね。あと50ぐらいあればもう終わるんですけどもだいたいまあ結論から言いますとね500のうちせいぜい120 4分の1ぐらいですね。4分の1ぐらいは、まあ、彼の言ってることはいいだろうということを、まあ、これから発表します。でそして4分の3はダメだっていう理由もちょっと言いますけどね。それは何かっていうと日本語を我々はよく知ってるしそれから日本の語源辞典っていうのがねあるんですよ。これはもうもちろんですからいろんな辞典が全部パソコンに入ってますからね。これはもう非常に便利なんです。で日本の古い古語も一応扱ってますからまあ、これを検証するのは本当に現代だできるなと思いますね。ここ10年できる豊かな辞典の、ね、数もう10ぐらいあるんです。辞典の語源辞典からもうあらゆる辞典があるんですね。でもちろんヘブライ語辞典もある。ですからそういうことによって本当に今ねまさに AI 産業でもでこの問題がある程度解けると思うんですね。で、その結果を皆さんにねお話ししたいと思うんです。しかしちゃんとでも100はあるんですよ。でこのところはねやっぱり彼らの発想が日本にも入っているこの関連性っていうものはねやっぱり日本に入ってきてよかったなっていうのもあるんです。で日本というのはそのアマテラスもはじめですね太陽と人間の関係っていうところでつまり自然がに人間とつまり自然が人なり人が自然なりというこの神がそういう関係にあるんだっていうところで初めてね日本人が分かってくるんだなということですよね。でその、まあ、その辺はですねちょっと読んでいただく、まあ、顔形や体型が変わっても彼らが日本に風土に順応してしまうかどうかで中国朝鮮人と変わりなくなると。しかしその DNA つまり遺伝子は彼らの性格を全ては変えていくわけにいかないと。そのイスラエルに発して大陸を通ってきた人間たちに残っている DNA の遺伝子は同化させた日本人に大きな影響を与えたと。だから日本人同化したけれどもそこにまだ残ってるんですよ DNA がね。でそれは実を言うと皆さん全部そうなんです。 40% はそういう血がもう散ってるんですね。だからそういう才能もあるんですよユダヤ人の才能も。だからそれはね忘れちゃいけないんです。なぜ皆さんはね中国朝鮮人の人だってみんな思わせられたんです。でも中国や朝鮮と全然違うんだっていう感じは皆さん持ってるはずなんね。で実際違うんですよこれ。
同じだと思ってたらやっぱりね勉強し直した方がいい。やはりそこに違いがあるんだっていうことで中国と日本がこれほど違うんですよ。そういうことの違い、もう常にねやることなしことみんな違う。で全部今までは中国から学んできた、朝鮮が媒介したとかってそういうことでね常にこう中国朝鮮がまあ先にいたあったわけで、それがずっと来たわけだね。まあ、戦後特にねそういう人が出てきたわけです。しかしそういうことがあっても日本の根底が変わらなければ相変わらず日本は一番犯罪率の少ない国である、財布があっても必ず出てくる国である、これはもう彼らが同化したおかげなんです。で同化するだけの心地よさがあるわけですよね。それが日本の一番重要なことなんで、つまり誰が来ても日本化しちゃうんです。でそれは何かっていうと誠実だから、それで一番それでまた恩恵も受けるわけですよね。で公平になるわけです。できる限り公平な世界があるということなんですね。まあそういうことがねこの、まあハイデルバーグのいろんな問題のともにですね、でちょっと面白いのはその関連性っていうところにね、これからお話しする言葉にやはりユダヤ起源だろうということの理由が出てくるわけね。まあそれについてはまたおいおいやりますけど、でアイデルバーグさんはいろんなことを提案していくんで、やっぱりこれもね皆さんにとって非常に役立つと思うんで皆さんにここで読んでるんですけどね。つまり皆さんがねやっぱり神というもの、あるいは死というものをね、いろんな日本人の考え方が戦後全部西洋化させよう、やはりこう抽象的な考え方を身につけさせようというそういう考え方で、私はだから何と言ってもですね、キリスト、まあまさにですねこうそういうことにならなかった日本人、ならなかった天皇の姿を常に私は日本人の姿だと見ることが大事だと思うんですね。で日本各地にこのでその関連性って何かっていうとね、鬼とか天狗とか山人とか蝦夷とかっていうこういう人たちがたくさんいるっていうことに出てくるわけですよ。つまり決して神じゃなくて日本ではその存在としてしか出てこない。だから神はいないけども天狗がいると、あるいは鬼がいるとね、山人がいる、縁の行者がいる、なんかおかしな人がいるという、でそういうことを人々はみんな知ってるんですよ、周りの国。だから柳の国男が山人って書いたんですけどね、あれは岩手なんですけども、いくら探してもないんだ、いないんだ。いないっていうのは何かっていうと、彼らは移動するし、顔を見てれば日本人の顔してるわけね、つまり同化しちゃってるから。だから面白いんですよね、柳田国男の一生かけて彼のまさに彼の思想は山人だったんです。山人がいるっていうことによってある種の関連性がある、そういう人がいるんだということを想定することによって日本のねこう元の姿を考えようとしたんですけども、そういう人がいると霊がいない、何もいないんですよね。でそれは結局そこにいた人は木こりに過ぎなかった。だからいくら遠の物語でね聞いたところで実体がないというのに気がつくわけですよ。天狗だってある時はこう面を取ってもちろん外に出てくるわけですからね。だから土蜘蛛みたいな、土蜘蛛とかね、
それからまあ長すね彦とかね、足長彦とかね、手長彦とかって、そういう人、神様がいっぱいいるんですよ、名前がね。やっぱりそういう人たちなんだなっていうのが分かってくるんですよ。だけれどもそれはみんな人なんですね。ですからそこに何か霊みたいなものを想定するわけにいかないという。だからさっき言ったように神は人ですから霊は人なんですよね。そういうことが面白いなと思いますよね。だから結局日本人はね、そういう霊なんかないんですよ。なんかどっかにね、こうスピリチュアルなっていうようなことでどっかあの山の霊ないんですよ、ね、そこにあるのは人か、人か、やはり人だけですよね。あるいは動物かっていう、あるいは木そのものがそういう姿をしているかどうかの問題だけなんだから、これはもう、まあ、江戸時代になって幽霊が出てきますけどね、これは人間の姿をしてるんで、ほとんど足がないだけでね。それは別にそこにね、なんか不思議な神がいるっていうんじゃないんですよ、やっぱり。だからそういう恨みでしか霊がいないっていうのはそういうことなんで、人間しかいないんだっていうね、この世には。この考え方は私は一番いいことだ。それがそれを神社で祀るっていうことだってあるんだって言えば、そういう秀でた人を尊敬しようじゃないかっていうことで作るわけですからね。だからまさにそれをね、こう研究することだって立派な研究ですよね。まああの工藤君だからって言って褒めるわけじゃないんですけど、やはりそういうことを先駆的にやるっていうことは非常に大事なことだと思う。それでですね、つまりこうした融和は当然言語形成にも影響を与えると。敵対する関係の中では言語の吸収は行われないだろうと。歓迎されることは言葉の壁を壊すことでもあっただろう。つまりユダヤ語がこれだけでも百何語でも、やはりこれはユダヤ語、ヘブライ語から来たなっていうことが分かるものがあるんですよ。でそれは結局言語の壁を壊す。しかし言語構造は完全に変えない。だからヘブライ語の言語構造は全くないんですよ。で日本の言葉に単語としてしか入ってない。構造は変えてないんですよ。だからこれは何かっていうと、そこに同化しただけのことだ。単語だけ与えたんです。だからここにあるのは全部単語だけです。構造とかね、考え方は若干関連性を与えたっていうことを歓迎している日本人が入れてはいるんですけども、まあちょっと結論めいたことを最初何度も言っちゃうとあれですけど、まあでもそれをじゃあ どういう言葉から見たかっていうのをこれからやるわけですが、あいでこの5ページ目、言語学はアイデルバーグ氏は書論は検討してみようと。言語学は2つの言語の親族関係、親類関係を判断するための明確な基準を提供していないと。ただし若干の原則は示している。アメリカの文化人類学者の A.L. クローバーね、1876年から1860年はその人類学の中でこう述べていると。一つの言葉のうちその何千もある単語の中には別の言葉に属する単語と音が似ているというものもある程度数存在すると。しかしそれらの中で音だけでなく偶然にも意味まで似ているという単語は一つ二つ、あるいは多くて五つくらいな存在することがある。
だから2つの言語が親類関係にあると判断されるためには両言語の間には偶然とは言えないですね、到底言えないほどの十分な数の類似語が見出さなければならないはずだと。その時に私たちは理にかなう確かさを持って両者が親類関係にあると説明することが可能になると。でこうしてアイデルバーグ氏はですね、音節に注目すると。音節とは音声の最小単位という、例えば日本語の子と場のは3音節からなり、英語の word は音節1音節とみなる。それは全ての言語において話し手が意味ある文章を語ることを可能にする音声の1単位である。音節をつなげて話して初めて意味がある言葉や文章となる。ここのところでね、ちょっと彼はねうっておかしいことがあるね。つまり音節を重ねて一つの文章になるということですが、意味があるね文章になるという。しかしそういう例を挙げてないんですよ。単語だけが似てるっていうことだけで終始してるんですね。まずこれがね、日本の構造があったっていうことを示すと同時に、単語だけ新しいものを持ってきたっていうことを意味軸も言ってるわけですね。だからちょっとインチキだなと思いますね。それはユダヤ起源じゃないんですよ。それは言葉を確かに借りてきた。それはそういえばね、中国語つまり漢文からいろんな言葉を借りてくるのと似てるわけですね。しかし後で言いますけど、訓読みっていうものは独自な日本語なんですよ。だから訓読み、漢字をあると必ず訓読みと音読みがあってね、で訓読みが常にで、訓読みの方にユダヤの言葉が入っているというふうに判断できるわけですね。でそうなるとね、決定的なものは何もないということですよ。つまり単語だけはたくさん入った。これはだから彼らの知性、彼らの仕事、彼らの、ね、生き方が独自なものがあれば、それ言葉を使うということによって彼らを同化させることができるし、また我々も彼らの文化を知ることができるからね。ということはここを私はね、このアイデルバーグ氏の引用に、疑問を感じると。アイデルバーグ氏は音節とは音声の最小単位という。しかし例えば日本語の子と場は3音節からなり、英語のワードは 1音節とみなされると言っているが、日本語では子っていう一つの言葉でもね、我が子だとかね、子誰々とかね、粉の子だったり古い子だったり、まあ、子っていう言葉の中でもたくさんあるわけですね。意味がもうすでにある。だからこういうヘブライ語のように、そのあるいは英語もそうですけど、ウォールドっていう4語を並べて初めて言葉ができる、音節意味があるというのと違うわけで、 W 一つで意味がないわけですからね。で日本はそういう母音がつけて、その言葉一つにね意味があると。これはだから性格が違うということが分かるんですよね。で もがもう植物のもであったり、母中のもであったり、お母さんのもであったり、都が都であったりね
徒であったり、もう銃であったり、生徒の徒であったりと、まあ、いろんな名前、それ一つでみんな名前がある、あの意味があるわけ。ここでもう根本的に、まあ、定用語と同時にヘブライ語のとの違いがまあ分かるわけですね。やっぱりそういう学問的なこうアプローチをしないと、ただ似てるっていうだけで同じ起源だなんていうような方は全く言えないですよね。で、この疑問についてアイデルバーグ氏は意識されているだろうかと。氏は英語を対比して次のように言うと、これあの7ページですけど、例えば英語に To beat about 10 bush という言い回しがあると。文字通りには干木の周りを叩くという意味だが、実際には遠回しに探るという意味なんだと。一方、その To pull one's leg は文字通りに足を引っ張るという意味だが、実際にはいじめるという意味が使われると。同様にヘブライ語のヤーシャウシバという言い回しは文字通り7日座るという意味だが、実際には喪に服するという意味であると。でユダヤ人は 7日間喪に服すると。このようであるから、一つの言語に古い時代からの同様な言い回しが見出されるとき、それはもともと両者が親類関係だったことを強く示唆していることになる。しかしね、これ語順が違うし、意味が、だからこれからねお話しする言葉で意味が同じなのに全く違う言葉が出てくると、無理してそれとこれが来たんだっていうことがあるんですよ。でそれでね、私はそういうのはおかしいっていうんで、全部それは全部罰つけたんですね。でそういうふうにして判断したわけですから、やはりできる限りそのこの日本の言葉をユダヤに近づけようとした意図があると、その辺がごまかされるわけですね。だから今までこの本を、まあこの役者の方もそうですけど、これを持ってね、道祖論をずっと続けてられるわけです。だけどこれを誰も検証してなかったんで、今までね。ですからこれがやっぱこの程度だ、単語だけだっていうところになってくると、やっぱりそうは絶対言えないですね。まあ、でから、まあ、一応そういうこと、まあ、実を言うとね、もうこの論文書いてるんですよ。もうすぐで、あの今度の日本国史学にもう結論を入れて全部出ますから、まあ、秋には出ますからね。で遅くすぐに本が出ると思うんで、実を言うともう結論はついてるんですけども、しかしやはり皆さんにぜひそれを知っていただきたいということでね、ここをやってるわけです。でそしてですね、まあこのヘブライ語の単語と日本語の単語の比較というとこだけで済んでいるところに、まあ、この本のね特色があるわけで、直訳するとあまり意味がないことも昔からの習慣から別の意味を持ってくることをアイデルバーグ氏は述べているのであるが、ここには日本語に関係することは引用されていない。氏の教養はやはりヨーロッパ系の言語感覚の上で行われていると。当初インドヨーロッパ語族の人々は皆同じ一つの言語で結ばれていたと。それは現インドヨーロッパ語と呼ばれる。これは皆さんも聞いたことあると思うね。英語とかもヨーロッパ、日本語、アジア語と違うところが、それは現インドヨーロッパ語である。これがまあヨーロッパ、アメリカも含めてね、元なんだと。しかし何世紀もの間に民族の移住と分断の移住と分離が進み、それぞれの民族が話す方言はやがて独自な言語となっていたと。
そして今日それらの言語は皆インドヨーロッパ語族に属するとものとみなされるようになった。こうした言語学者の研究に今インドヨーロッパ語族に関してしか行われていないようであると。しかし他の語族に対しても同様な研究が行われることが期待されると。また古代イスラエル人と日本人の関係についても言語の研究をが待たれると。こういう研究をしているくせにまだ待たれるって言ってるんですよね。だからここに結局結論がついてないんです。でインドヨーロッパ語族の研究は進んでるけれども他の語族あるいは日本語も含めてですねこのそういうその他の民族に対しての言語は研究されてないっていうことだけを言ってるわけね。でまあそういうことがねやはり相変わらずですね西洋中心主義があってインドヨーロッパだけ言語だけが一番優秀なんだという考え方があるわけね。私はそれは取らないんですよ。私は日本語っていうものがまあこれはもちろんハンチントンがね八大文明の一大文明が一国で持ってるっていう考え方これはもう優れたユダヤ人の考え方だと思うね。こういうことを言えるのもユダヤ人だ。ユダヤ人というのはどこにも属してないから全部一応ですね並べてみることができるわけです。ですからユダヤ人のいいところはそれだけ客観的な彼らにはナショナリズムっていうのはありえないんですよ。だからね今イスラエルにいるユダヤ人たちがまさにシオニズムで帰ってはいるんだけどもそのシオニズムっていうのを彼らはねやっぱり発見できないんですね。だから苦しいんだなと思いますよこの人たち。まあ私はもう二度三度言ってますけどね本当は荒れた感じがするんでまあ彼らがね日本に来てねそして日本にこの人たちは日本を聖地にしたんですからそして帰らなかったんだね。それが畑氏であり高橋で林さんだりもう全部そういう日本語の名前で松尾さんでもあるわけ。だから日本におけるそういう DNA があるっていうことはもう日本人の当たり前のことなんでこのことはやはり彼らのいいところをね彼らのいいところを日本が取るということそういうあるいはまあそういうことにしなくちゃいけないね。ですから逆に言うと彼らの判断力を私たちが身につけて日本っていうのをそのいいか悪いかをね判断していることでもあるんですよ。ですからこのユダヤ人っていうのは日本を天皇制を守ったんですね。で日本は私はだから何度も言ってるんですけども大東亜戦争ね日米戦争もユダヤが日本を守ったって言ってるんです。でこのその理由を全部その日米戦争の最大の密約に書いてありますからぜひ読んでいただきたい。でこれを見ると日本は負けてないっていうのも分かるんです。これもユダヤ人隠れユダヤ人が日本の隠れユダヤ人と近衛文麿と山本五十六これも隠れユダヤ人ですよ。隠れもちろん日本人ですね。この日本人との密約したんですよ。だからこれこそねユーズベルトもドノバンもねこれは OSS の長がユダヤ人なんです。それからスティムソンというね京都を原爆から守ったっていうそのスティムソンも全部
OSS という組織の中で結ばれていたユダヤ人なんですよ。でこれが日本をね、戦後も作ろうとして、逆に言うと共産主義化しようとしたわけね。でこれがその日本国憲法になってしまって、次に最初は市民革命、次にで市民革命の部分が今の日本国憲法で、次は天皇を象徴という軽い言葉はね、単なる象徴ですから、実体がないから、あんなものはないのと同じだっていう言い方で日本人が消すだろうと、あるいはもういなくするだろうと思っていたんだけど、一向にそうならない。それをちゃんとキッシンジャーが言ったんですよ。日本という国はもういくらでも政権は変えられるけども、アメリカによってですね、変えられないものがあると。そこでアメリカは失敗したんだって言ってるんですよ。だからアメリカのような国で日本を変えられるわけはないんですよ。つまり何の伝統もない国が、まあデユデヤの伝統だけがね、アメリカで働いていて、それが実を言うと日本でもうすでにやってきていたっていうこと、おそらくそれを知っていたんですね。そのいい証拠はね、服部時計店が焼けてないって、まあこれ何度も言ってるから知ってる方は良いと思うんですけど、服部時計店が焼けてないんですよ。それ何かっていうと、あれは諏訪の人、諏訪の人なの、時計のね、服部さん、服部さんも諏訪、これも完全に果たしですよ、ユダヤ人ですよ元はね。で日本人、もちろん日本化したから立派な日本人、全部そういう人たち、全部そうなんですよ日本の。で服部さんっていうのがあそこの時計店を作って、まるでスイスと同じようなことを時計やって、それからあそこはもう目、要するに日本のまあ生糸の産地ですよね、有名なところ長野っていうのは。そうですね。であれを誰か知らないけど、隣のキリスト教の本屋と一緒に、誰も撃ってないんですね、爆弾落としてない。であれを落としたらもう銀座は崩壊したような形になるし、今の広島のあの塔のようなね姿を服部時計店の姿にして、もうこれで日本は負けたって言って言いたいに違いないんですけど、それやってないっていうのはどういうことか。そういえばすぐんですよ、皇居もやってない、長野に行く必要なかった。それから長野がすごい防空壕を作ってるんですよ。日本はね、7800も地下壕があったんですよ、全部作ってたんです。だからね、今更なってね、そういうシェルターなんか作る必要ないんですよ。それ作れば、使えばいいんですから、それ知らないでしょ、7800。でそこの立派な都市のような長野にちゃんと作ってたんです。もうこれも天皇だけではなくて、いろんなもう店まではちゃんと入る地下壕があったんで、ぜひ皆さんもね見てくれると面白い。まあまだ全部見せられ、開いてませんけどね。これはだけども、そんなのに行く必要なかったんです。だからちゃんと密約があるからなんですよ。でもちろんだから、そういうことを知ってるから作ったわけですけどね。しかし知ってる人と知らない人がいて、また裏切るかもしれないっていうのを作ってたわけでね。まあいずれにしてもですね、このことによって明らかになったのは、日本のだから靖国、今さっき言ったでしょ、靖国だって焼いてないんですから。で靖国がなぜ焼け、あれ焼いたらですね、まさに日本の魂を、あるいは明治以降のね、いわゆる日本の軍人のですね、大事な魂を抜くことになるわけですよ。それをやってないんですよ。だから全部ね、肝心なところで何もやってないんです。何もやってないって言っていいですよ。伊勢神宮だってやってない。なぜそういうことになったかっていうと、やっぱりこういうユダヤ人がいた、ずっといたって話を交わしてたっていうことなんです。だから近衛っていうのはやっぱり偉いんですよ。近衛はもう立派な、あれは
でかい男でね、いい男なんですよね。まあそう言ったら失礼ですけど、図体がね完全に果しでした。だから山本五十六もアメリカに行ってですね、この人もそういう人だったね。だからこういう人たちがいたっていうことを、だから両方とも僕は軍師になっていいと思うんですよ、こういう二人で。でもまあそれを今のところは左翼がまあ言論を ぶんどってますからね、あるいは歴史をまあまだね、こうだけど今すぐ変わります。これはなぜかっていうと、社会思想がもうダメだからなんですよ。 それに依拠しているのが左翼なんで。だけどもうこれ以上はもう社会主義が無理だっていうことがもうはっきりしましたから、もうこれ以上は左翼は存在しないんですよ。マルクスは存在しないんですよ。ですから健全な資本主義っていうだけに行くだけしかないんだ。でユダヤ人もそうしなくちゃダメですよっていうことを言うがないんですよ。だって儲けられなかったんですから、アメリカ中国あんな安い労働力を使ってね、一時的には儲けたでしょうけど、彼らは全部外にドルを持っていけないですから失敗したんですよ結局これね。まあもちろん秘密に出していましたけどね。だけどこれは結局こういうことをやってることがまあもうこれ以上無理だっていうんで、今も全部撤退したわけでね、撤退しつつあるわけ。まあ、日本だけ気がつかない人はいるけれども同じようなもんです。やっぱり日本も撤退せざるを得ないし、まあ対立せざるを得ないわけでね。まあこういうことでね、さらに2番目のですね、こう9ページ以降、これ後半になるんですけども、ヘブライ語の単語が日本語に影響を与えたとは考えられない例をね、最初に言いますから。例えばですね、クマソっていうのとね、ケミシというヘブライ語のこの1のとこですね、9ページの1のとこ、日本語のクマソケミシって同じだって言ってるんですよ。これは無理だろうと。つまりそれはどういうことかっていうと、ここに書いてありますけどね、アイデルバーグ氏によると、ヘブライ語のケミシはイスラエルが近隣に住むモアブの民の攻撃を受けて脅かされ、された部族の名前であると。このモアブの民は彼らの守護神ケミシ、ケモシュの名にちなみ、聖書でケモシュの民、民数記ですねとも呼ばれていると。ケモシュの民という言葉はごく一般的にはヘブライ語においてケモシの一語で言い換えることができると。日本語のクマソは古代九州の南部に住んでいた人々の継承である。これはまあアイデルバーグさんが勝手に言ってるんですよ、これ。私はそう思わないね。で、日本書紀には大和の辺境の町々を常に脅かしていた勇猛な民として出てくると。これもちょっとおかしいね。で、彼らを懲らしめるため大和タケルに小さな部隊を率いて熊祖の地へ向かうと。彼は上着の下に短剣を隠し、十作によって熊祖の士官に入り込み、王を剣で刺し殺し、熊祖を征服したと書いて。で、この熊祖がケモシというね、ユダヤ人じゃないこうそういう人たちの近隣のあれだ。だけどまあちょっと結局その聖書の物語、日本の物語も嘘だと、フィクションだっていう前提で言ってるわけでね。で、大体まあそのケモシっていうのもまあ古いあの話ですからね。だからどの程度正しいかわからない。だからそういうものを読んで日本書紀が書かれたんだと。
まあ、いうことを言いたいわけですが、つまり詩が言いたいのはね、2つの言葉の類似性からケミシからクマソが出たということである。しかしクマソというのはクマソと漢字で書かれているようにね、この元はもともと九州ではないんです。つまり北方の生き物であるクマがいたところで、九州にはいるというのはこの一族が北方から移ってきたという人々である。で、私は北の高間原日高見国から天孫降臨の時に九州にやってきた人々と考えており、詩のような類似の指摘は熊祖の歴史を知らないことによりというのは、やはり熊祖っていうのは北方であって熊を神にしているんで、まさにアイヌですよね。このアイヌはでも来たのはオホーツクですから、オホーツクの人ですから、来たのは12、3世紀なんです。ですからこういうこの大体まあケミシとクマソが似てる、大体発音が全てね違うんですね。日本はね母音が大事なんですね。母音が似てると似てるっていう感じを持つわけで、ですから母音が似てないのにね、ケ、クとそれからマとミ、ソとシャですけど、彼らにとってはこれが似てると思った。それは何かというと、子音が同じならばね、似てるっていう観念を持つんです、彼らは。で、我々はね、母音が同じじゃないとちょっと似てるって言えないんですね。だから私はこれはもう省いたんです。これは間違いだろうと。それからですね、詩は、これ11ページのね、詩はイスラエルの地名の野牧が日本の伊吹山、伊吹という地名にと元になったという。かつてイスラエルの人の父祖ヤコブは野牧の私を渡った、創世記32節33章。それはサルカ川のザルカ川のことで、ヨルダンの町アンマンの北方の山地からヨルダン川に流れ込んでいる。ヤボクはイスラエル民族の歴史に密接な関係を持っている。父祖ヤコブはヤコブで天使と格闘したが、その時ももを痛めて足を引きずるようになった。これがヤボクの説明である。一方イブキこのイスラエルの、まあ、ある意味でのね、創世記に出てくるものが日本の息吹に重なるかっていう問題ですね。で、これは一方息吹の説明であるが、息吹山は大和民族の歴史に密接な関係を持っていると。日本書紀によれば、英雄的王子大和タケルは伊吹に山にいる荒ぶる神を従えようとして失敗したと。で、王子は荒ぶる神のところに行く途中、病に倒れ、使命を諦めねばならなかったのである。王子はやがて伊吹の山から遠くない祖母のに死んでいると。まあ、こういう、まあ、彼の読み方をしているんですけど、まあ、ここはまあいいとしてですね、息吹っていうのはやはり別の意味があるわけですね。で、次のページの12ページにですね、この息吹さんは日本書紀ではね、いろんな書かれ方をするんですよ。で、息吹さんだけじゃないんですね。だから日本っていうのは、日本の漢字っていうのは確定してないんです。日本っていうのはまずはひらがなで読む、その口述体が漢字に後になって当てるんですよ。当てたのが日本の日本語だっていうことが言えるわけね。だから息吹なんていう言葉がですね、さまざまな書き方があるっていうのは、それであるわけです。で、そしてですね、
それこそがやはりこの土地の名前であって、他から借りた山じゃないということの印でもあるわけね。伊吹山っていうのとね、やはりこういうその野木とはやっぱりこれだけ野木っていうと別の感じができるわけだね。と感じがしまえば地名ではもう違うものになってしまう。そういうこともね、ちょっとこの、まあ、アイデルベックさん分かってないなっていうのが分かるんです。それから一番面白いのは米、米がね、アイデルベックさんによるとカマ、ヘブライ語のカマから来た、まあこれで終わりにしますから、カマから来たって言うんです。米がカマから来た。で、日本語の語源由来辞典を引くとですね、米はね、語源は米るの連用形が名詞化したとする説が有力となっている。古川米はね、ヨネと言ったんですよね、日本は。で、使用例を米の語は使用例が全く少ない、まあ少ないって書いてある。で、米の語源が多く用いられたのは誤った儀式の場であったことから、米には神聖なものや生命力のようなものが宿っており、込められたものの意味で米になったって。これは非常にあり得ることなんで、やっぱりね、日本は感謝の気持ちとかね、やはりそこのおかげさまっていうか、そういう非常にこう何かに自分がまあそれだけですね、こう利益を得たっていう時の感謝の気持ちっていうのがね、やはり込めるっていう意味になるんで、その感謝の気持ちが神になるわけね、相手が神になる。まあ、神らしいものになる。だからそこにこのですから神社に入るときにちょっとお辞儀したくなるのは、そこに何か別の空間があるっていうことね。で、そこを何かが作ってくださってる人がいるというね、確かに宮司さんがやってるわけですよ。で、庭を掃いてね、まあ、ネギさん、まあ、ネギっていう言葉も後で出てきますけど、これもユダヤから来たっていうね、これはねどうもそうらしいんですけど、まあこれについては後でやりますけどね。で、米がね、だからヨネって言ったのを米となったっていうこともちょっとやっぱり言えないなと思いますね。釜って言ったから釜か米って、さっき言ったように母音が違いますからね。それからまあそのくらいにしましょうか。で、長いっていうのはね、長いっていう言葉がまたこれはどうかっていうのは、まあ、ここに書いてあるから、この言葉は非常に日本人にとって重要な言葉なんですよね。で、こういう言葉がね、彼らが持ってきたとは思えない。まあこのところよく読んでいただけば、まあほぼ分かると思うんですけども、まあこういう検討の仕方でね、だいたい4分の3はダメだと思ったんで、4分の1ぐらいは正しいんで、これをまた次の機会にやりたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。